4番ピッチャー桑原。バッターボックス立ちました桑原料理ということで、料理のお時間でございます。はい、ということでね、本日は料理を久々しようかなということで、はい、今日はシンプルにね、はいはいはい、焼肉なんかどうかなと。ああ、いいね、焼肉。はい、ということでこちら、2日3日前ぐらいに買って残ったお肉があるので、はい、今日これを焼いていきましょう。サムギョプサルでございます。おお、ハンドンセン、ハンドンセンモック、サムギョプサル、ハンドンセンモックって何もらよ。はい、ということでこれを焼いていくんですけど、うちの IH じゃちょっと火力が毎回足りないと、はいはい、弱いんですよ、時間かかる。それでもっと遅いですよ。言いたいこと言うじゃん、言うじゃん。はい、ということで今回はガスコンロ買っちゃった。ついについに買っちゃいました、ガスコンロ。家の中でガスコンロ使うっていうね。いや、もうここまでいったらもう実家も同然、ここまでいったらもう実家も同然よ。だってありますか、一人暮らしの人の家にガスコンロ。もう友達いっぱい来るような家じゃないとないですよ。もうガスコンロがあるイコールもこれ実家です。はい、ということでもう韓国をねどれだけ実家に近づけるかっていうところでございますが、今回これを使ってもうそこでね、もうこっちか、もうそっちで焼肉しちゃおうっていう。なるほど。もう窓も開けてチュワーでジュージュー焼いていきましょうよっていう話でございます。そして本日も大好きトムラのタレを使って食べていきたいと思いまーす。はい、ということで後ろでスタッフくんがちょっと編集してるんで先に焼いちゃいまーす。ということでこれをカチッと、火がつく。やっぱガスコンロっていいんですよね、素晴らしい商品でございます。でもうちょっと温まったら、あ、でもすぐ温まる気がするなこれ。マジでガスコンロのいいところはマジでここ、むしろここだけなところはある。はい、ということで肉はねちょっと余りもんで申し訳ない、ちょっと動画的に申し訳ねえなって思うんですけども、いいんですよ、これが生活感というね。はい、ということで早速焼いていきまーす。焼き肉かじゃん。いい音、言って肉2枚しかないんですよ。そうなんですない一人1枚食べましょうっていう感じでございますけど、うわ、手勢自分でご飯もよそってお皿も取ってしてくださいや。これをね、はい、両面焼き、まあ、焼肉にはやっぱりこうキムチ、そしてキャベツ、このキャベツのもう角切りみたいなねを切っております。これはいいですね、もうこのパジャマ姿でもう家から一歩も出ずに家でもう買っておいた肉で焼肉をしちゃうっていうね、もう素晴らしいよ、これが男の生活ってやつでございます。ということでここから食べやすいサイズに切っていきます。もう形なんて何でもいいんですよ、まあ、とりあえずこう食べやすいサイズに切っていきます。もううまそう、うまそうでしかないよ。お先にちょっとタレ入れさせてもらう。どうぞ。やっぱ焼けるのがね早くていいでしょ。確かにすぐ焼けてるもんね。もう焼けてるところはもう焼けてます。今日は豪快に家で焼き肉。そうよ、家で焼き肉なんてもうこう実家感。いや、ほんまに実家とかで焼肉とかしました？あ、俺に気づいた。うん、お前しかいないよね、この家。いや、みんなにこう問いかけてるタイプから。お前しかいないよな、この家。あ、もういいよ、ここら辺はもう。あ、焼肉。実家では、はい、なんか焼肉はしてないかも。おー。なんかフライパンでこうステーキ焼いてもらってみたいなはしたけど。ああね。こんな感じでこう焼肉みたいな感じはしてない。焼肉みたいなのはないよね。うん、あ、もうこの辺、もうここら辺食べちゃっていいです。うわ、すご。はい、
食べてください。ぜひぜひ、もういいよね、食べていいよ。じゃあいただきます。画面外から、こんにちは。はい、うわやば、なんでヒント合ってる、熱っもういいや、これです。はい、あ、もう全部焼けました。この速さ、この速さたるやろ、素晴らしいでございます。いただきます。いただいて。うん、うまっ。お母さん、私、私はお母さんでございます。そのタレを出して、わ、いいね、この家で焼肉感。はい、じゃあ私もいただきたいと思います。肉をタレにつけて、うまっ、うまいな、こうバーベキュー感、確かにあるよね。私はキャベツをポロポロ食べていくんです。いい音やっぱこのタレつけてく肉にはご飯が必要。うん、ご飯をかけて。そして僕は飲み物に、コーラ、コーラ、カノックンね。うわ、絶対うまいもん、これめちゃくちゃうまいと思う、これ。いや、うまいんだけどね。うん、うまっ。何が美味しい。だってもうマジで焼肉屋さん来てるみたいな。うん、もちろん肉買ってけばよかったな。ね、いいですね。これもう肉が、でもこれ1000円ちょっとでしょ。うん、あるパックで、で、この間もしたから、これ2回目なんですよ、焼肉みたいなやつは。実質1人250円ぐらい。安っ。プラス野菜とかこんなんでしょ。1食500円かかってない。いいね、自炊って。うわ、素晴らしい。確かに焼肉屋行ったらもっと高くなる。そう、焼肉屋行ったらもっと高なるよ。焼肉屋さんでさ、出るさ、うん、あの塩だれキャベツ、うん、とかあるやん。まあ、焼肉屋さんじゃなくても出るけど、確かに確かに、めっちゃ美味しくなる。あれな、ソースっていうかタレ何なんだろうね。確かに。でもごま油と塩のとこも多分あると思う。うん、でもなんかもうちょいちょっと違う感じの、うん、タレを使ってる。なんかニンニクとか入ってそうな気するね。ああ、あれどうやってマジ作んのよ。確かに。だから家では、うん、マジキャベツバーって切って、うん、でそこにごま油と塩バーって振って混ぜて、うんうん、で作ってと。うんうん、うまいよなあれ。うん、もうあれだけでずっと食えるもん、正直。肉のさ、うん、部位というかどこが好き。カルビ。あ、カルビだ。うん、カルビかハラミ。ああ、うん、マストでうまいじゃん。確かに。これは、うん、タンと、あ、タンもいいな、ハラミ。タンいいな、タンもありだな。タンこっちでなかなか食えんやん。確かに、タンあんまないかも。やろ、なんか日本の焼肉食いたいな。こっちでなんか焼肉ってなったらサムギョプサルとか、うんうん、カルビ だけとかさ。まあ、あとはあれやん、なんか種類がカルミギとか。あ、そうそうそう、カルミギはハラミかな。なんか、それを食べに行くみたいなとこない？確かに。その1個だけとかや。うん、日本はもう肉をさ、うんうん、あ、これもあるし、これもあるしみたいな。うんうん、確かに。韓国はなんかそれを食べに、ホプチャンとかさ、大体そういうのも1個種があって、あとちょっとあるかなぐらい。うんうん、確かに。考えると日本の焼肉屋いいな、いろいろちょっとずつつまめるというか。確かにね。トムラのタレももう半分まで使ってしまったよ。意外と減ってる。そうね、意外と減っちゃうよ、これ。うまいから減っちゃうんすよ。もう最後。いや、まだあとは食べていいよ。じゃあいただきます。あ、3つある。食べな。いただきます。ということで、本日はおうちで焼肉でした。皆さんもね、こうおうちで焼肉とかしてみるのもいいんではないでしょうか。楽しいよ。はい、ということで今日で TWICE ライフチャレンジ21日目になりました。今日のお題は TWICE に一番会いたい時はっていうお題なんですけど、そうですね、
杯に、やっぱりね、渋谷の HMV&BOX のトイレで財布を取られた時ですかね。あの時はドライスに会いたかったな。私がもなくなったし、皆さんもそういう時会いたくなりますよね、トライスに。ということで、僕はそう書きます。財布を取られた時です。トライスに一番会いたい時は財布を取られた時ですと。格好書きで、悲しい時、元気がない時ってつけときましょうか。元気がない時ということで、これで僕はツイートします。では皆さん、明日も頑張りましょう。やーす。